こんにちは。前回はアクセントの付け方についてポイントを押さえました。表紙と音の長さに注意でしたね。今回は高低差の激しい曲をどうすればうまく歌えるか実践していきたいと思います。今回の曲はスイス民謡の山男のヨーデルです。それでは一度歌ってみたいと思います。冒頭から高低差の激しいメロディーラインになっています。ここで大切なのは全ての音をしっかり歌いすぎないということです。中心になるポジションを決めて、そこから遠い低い音は力を入れずに軽く歌います。例えば最初の4小節は低いドの音が5回出てきます。これをしっかり歌うとドからラやドからシのように起伏に差がありすぎて正しい音程を取るのも一苦労ですよね。なのでドの音をあえて力を抜いて軽く歌うんです。中心のポジションはファのあたりだと思ってください。軽さを意識しながら最初の4小節だけゆっくり歌ってみましょう。1、2、3、4、5、6。後半の9から10、13から14小節は低音が続いた後、急に高音に上がる形をしています。これは低音のそれぞれ3つ目の音の時に次の高音の準備をすることがうまく歌うコツです。次の音まで距離があり、その音を狙おうとする意識が鍵となります。少しテンポが緩んでも構わないので丁寧に歌いましょう。次はピアノに合わせてゆっくり歌ってみましょう。1、2、3、4、3、はい。Thank you.
今日のレッスンはいかがでしたか？新年からは新しいシリーズをお届けしたいと思っております。どうぞお楽しみに。いつもご視聴くださりありがとうございます。それではまた次のレッスンで See you next time!